日本語ペラペ ラ。ラーメンは美味しい。お寿司は美味しかった。過去形、新しいを過去形にするにはイを取ってカッタをつけます。新しいは新しいカッタになります。古いはイを取ってカッタをつけます。古かったになります。では、面白いは同じように、いを取ってカッタをつけます。面白かったになります。寒いもいを取ってカッタをつけます。寒かったになります。甘かった、甘かったです。このケーキは甘かったです。酸っぱかった、酸っぱかったです。レモンは酸っぱかったです。レモンは酸っぱかったです。怖かった、怖かったです。ホラー映画は怖かったです。可愛かった、可愛かったです。彼の猫は可愛かったです。彼の猫は可愛かったです。辛かった、辛かったです。腰痛は辛かったです。腰痛は辛かったです。寂しかった、寂しかったです。彼女は寂しかったです。彼女は寂しかったです。つまらなかった、つまらなかったです。この本はとてもつまらなかったです。この本はとてもつまらなかったです。悲しかった、悲しかったです。赤ちゃんは悲しかったです。赤ちゃんは悲しかったです。おいしい。ラーメンはおいしい。お寿司はおいしかった。納豆はおいしくないです。納豆はおいしくなかったです。ここでは過去否定形を勉強します。明るい、明るくない、明るくなかった。暗い、暗くない、暗くなかった。明るいのイを取って、くない、明るくないになります。High and low の高い、低いは、高い、高くない、高くなかった。低い、低くない、低くなかった、になります。難しい、優しい。難しいは、難しくない、難しくなかったになります。優しいは、優しくない、優しくなかったになります。何度も練習しましょう。難しい、難しくない、難しくなかった。優しい、優しくない、優しくなかった。
つまらなくなかったです。この本はつまらなくなかったです。つまり、面白かったという意味ですね。赤ちゃんは悲しくなかったです。赤ちゃんは悲しくなかったです。つまり、赤ちゃんは嬉しかったということになります。遅くなかったです。亀は遅くなかったです。亀は遅くなかったです。亀は早かったということになります。早くなかったです。うさぎは早くなかったです。うさぎは早くなかったです。うさぎは遅かったですね。楽しくなかったです。パーティーは楽しくなかったです。うるさくなかったです。この犬はうるさくなかったです。この犬はうるさくなかったです。小さくなかったです。象は小さくなかったです。つまり、象は大きかったということになります。アリは大きくなかったです。アリは小さいですね。だから、アリは大きくなかったです。私の妹の髪は短くなかったです。私の妹の髪は短くなかったです。彼女の髪は長くなかったです。彼女の髪は長くなかったです。暑くなかったです。今日は暑くなかったです。寒くなかったです。あの部屋は寒くなかったです。あの部屋は寒くなかったです。今日は暑くなかったです。若くなかったです。彼らは若くなかったです。彼らは若くなかったです。甘くなかったです。このケーキは甘くなかったです。このケーキは甘くなかったです。厳しくなかったです。彼の上司は厳しくなかったです。彼の上司は厳しくなかったです。優しくなかったです。あの看護師さんは優しくなかったです。あの看護師さんは優しくなかったです。はい。例文では、看護師さんは優しくなかったという例文を作りましたが、世界中のすべての看護師さんやお医者様は優しいです。すべての看護師さんやお医者様に感謝をします。